ハロン市は、ベトナム北部、クアンニン省の省と、ハノイの北東約160キロメートルに位置している。狭い海峡を挟んで、東の本芸坊と西のバイチャイ坊の地区に分かれる。本芸地区は、行政、経済の中心であり、バイチャイ地区は、観光地区である。両地区の間には、日本の ODA 援助により、バイチャイ橋が架けられている。市は、 世界遺産に登録されている継承地ハロン湾に面し、観光の拠点となっている。2018年の人口は30万267人である。漢字で、下流の意味は、舞い降りる流で、侵略者からベトナム人を守るために送られてきた母流と死流の神話があり、この母流の降り立った場所がハロン湾であり、死流たちが舞い降り立ちがバイトロン湾である。 これに対し、ハノイには、竜の昇る、町の別名がある。一家の21号を12社から構成される。エロングオーバービューエロング、エロングベー、エロングトラベル、ベトナム、ドラゴンの潜む谷へ、女磨き .net。ありがとうございます。